26年後に離婚。普通の女子大生ミユ、楽しい毎日だったが、両親が離婚。何それ。謎の守護神が現れて、お前に呼ばれて目覚めたのだ。突然タイムスリップ。飛ばされた先は バブルの日本。お母さん、お父さん。母の恋を応援することになったミユ。しかし父がアイドルオタクのコミュ障で、もう別れる。なんとかするためにミユが考えたのは、そうだ、由美子さん自身がアイドルになっちゃえば。アイドル。健一郎さんを由美子さんに夢中にさせる方法はそれしかありません。母をアイドルにしてオタクの父に恋させよう。何これ。時間の歪みは歴史の歪み。存在しなかったあなたを受け入れたせいで。消えるって、私が。はい、消えます。だったら、カモン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 ベイビー、占ってよ。これやめよ。ふにゃんこクラブが攻撃になって復活だ。未来は自分で変えられる。それでも生まれてくるその子は未来に向けて生きて、絶対に諦めたりしないんです。リンキングラブ。